ですこのように同じヒーローを合体させるとより強力なヒーローになるんですよこのままクラス5ヒーローまで作ってみましょう ボーボルでスカウトして同じヒーローで合体これを繰り返しヒーローの出動速度をさらに上げることもできますヒーローを合成すると手に入る研究コインで研究を進めてみましょうここはゲームをより快適にすするための研究所ですまずはヒーローボールの生産時間ダウンの研究を5回完了しましょう この調子でヒーローを強化して、どんどん先に進みましょうヒーローサポ、今度はヒーロー合成のティップスをお伝えいたします。ダブルタップすることでヒーローを合体させることができます。よくできましたこのようにダブルタップでもヒーローを合成できます。 10年ぶりに姿を現したヒーローたちが頑張っています。手強い敵が現れました。このままだと危な本部より伝達がありました。ドクター・シャロンが進めていた精鋭ヒーローの研究が成功したとのことです。精鋭ヒーローがどれくらい強いのか楽しみですね今すぐクラステンヒーローを二人合体させて精鋭ヒーローを作りましょう レフィアヒーローはいつでも大歓迎兼営ヒーローはレベルアップするとさらに強くなれますでは早速ここではヒーローレベルを上げることができますレベルアップをタップして、レフィアのレベルを50まで上げましょうレベルアップ これからもレベルアップで精鋭ヒーローをどんどん強化してくださいね 帰還してみましょう帰還はスタート地点に戻ることを意味しますスタート地点に戻ると本部からの報酬を受け取ることができますこれで気を取り直していきましょう 機間で獲得した属性パワーで、ヒーローを強化してみましょうここでは、1000円ヒーローを強化できます強化には、1000円ヒーローの属性と一致する属性パワー クリアに失敗した場合は迷わず帰還してください。